皆さん、お腹へこますためにこんな腹筋やったりプランクしてお腹鍛えてませんか？実はこれダメなんです。狙う筋肉が間違ってます。今回の方法はズボラな人でも3分でできる腸腰筋を剥がして下腹部をへこまし、代謝を上げながら腰痛や便秘も解消できる方法をお伝えします。実は腹筋をしてもお腹の上の方しか使ってないため、ポッコリお腹には効果ないし、ポッコリお腹の状態でプランクしても腰が反ってしまったり、腕に力が入ってしまって腕や腰を痛めてしまう可能性もあります。お腹がへこまないからといって食事制限してないですよね。必ずと言っていいほどリバウンドするし、栄養も取れないため便秘になって代謝も下がって、いいこと一つもありません。今の話聞いて自分だなって当てはまっても、でも大丈夫、今回の腸腰筋剥がしすればマジでお腹へこみます。今回アプローチする腸腰筋、インナーマッスルで一番大きな筋肉、そこをポッコリの中の人はほとんど使っておらず、ズボラ筋になってしまっています。ズボラの状態から活性化させるためには腸腰筋をしっかり剥がすこと、そうすることでインナーマッスルの腸腰筋が勝手に働き出して代謝が爆上がりします。代謝が上がることで脂肪燃焼効果、腸の近くで動きが活性化するため便秘の解消、お腹周り腰周りの血流が良くなるため腰痛改善、たった3分でこれだけの効果があるんで一緒にやっていきましょう。腸腰筋が使えてるか簡単にチェックする方法あるので一緒にやってみてください。まず姿勢よく座っていただいて腰をしっかり伸ばしてください。伸ばした状態で足を上げます。この時に床から足がちょっとしか上がらない人、もしくは上げようと思うと体が後ろにぐーっと倒れちゃう人、実は腸腰筋が固まって全然使えてないんです。足が全然上がらなかった人も終わった後にしっかり上がるようになるので一緒にやっていきましょう。はい、まずは骨盤の内側にある腸腰筋をしっかり剥がしていきましょう。はい、親指をグー、このままこのように手を当ててもらって、骨盤の内側に親指を食い込ませていくと骨盤の内側を触ることができると思います。ここに親指をグッと食い込ませてください。ただ姿勢がいいとなかなか食い込ませるのが難しいです。なので親指を入れながらグーッと体を前に倒してみてください。そうするとグーッと親指が骨盤の内側に入れることができたと思います。体を倒しながら親指を食い込ませる、これを30秒間やっていきます。それではやっていきましょう。スタート。息を吐きながら親指を内側にグーッと入れ込んで腸腰筋剥がしていきましょう。リラックスしながらやってください。ぐーっとね、押し込む感じで腸腰筋剥がしていきましょう。はい、 OK です。はい、今度はおへそを探しましょう。人差し指におへそを当てたら小指の方に人をねグッと刺すようにしてください。そしたら両手で食い込ました状態で足を上げていきます。この時に腰を丸めちゃっても大丈夫です。これを左右30秒間ずつやっていきましょう。それではいきましょう。スタート。押しながら足をぐーっと上げていきます。私は喋っているんですけど、皆さんはね息を吐きながらできるだけ高く足を上げてください。ぐーっと押しながら足を高く上げます。前かがみになってもいいです。はい、 OK です。反対も同じようにやっていきましょう。おへそに人差し指当てたら小指のところに手刀で刺して足を上げていきます。それではスタート。押しながらしっかり足を抱えましょう。ぐーっと押しながら腸の周りのね血流も活性化されて便秘解消にもいいですからね。お腹に張りがあるよっていう人はね、これ何日か続けたらお腹の張りすっきりもしますからね。息をしっかり吐きながら OK です。はい、今度は横向きになってもらって体の中心から足を後ろに持っていきます。
できるだけ膝を後ろに伸ばしていくとお腹の前側伸びてるの分かりますか？これ実は腸腰筋をしっかり伸ばしてます。息を吐きながら体を反らして天井を見る感じでのけぞります。これを息吐きながら各足30秒間行っていきます。それではスタート。ぐーっと天井を見るような感じで息を吐いてください。で戻します。ぐーっと息吐きながら反ります。腸腰筋伸びてる感じしますか？しっかりね伸ばしてください。ぐー戻します。はい、OK です。それでは反対も同じようにやっていきましょう。膝をできるだけ後ろにしたら反っていきます。はい、スタート。ぐーっと反っていきます。腰が痛い人は無理しないでね。足の付け根のあたりがね伸びてる感じがすればちゃんとできています。吐いたら戻します。あと少しですよ。 OK です。それでは最初にやったチェック方法やっていきましょう。それでは姿勢を正して足を上げてみてください。初めよりも確実に上がりますよね。足も軽くなってないですか？腸腰筋がしっかり離されて活性化されている証拠になります。この調子だと便秘の解消、代謝も上がってポッコリお腹の根本的な原因が解消されます。これ朝一がおすすめです。これ1日2回2週間続けてもらうと確実に下腹がへこんできますから、続けてやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。